再起一蔵再起一蔵昭は30年11月1日は、山梨県出身の政治家、甲府市長、郷和天民、甲府県駒郡牧原村に、官方医の父、老妻母、竹の長男として生まれる。明治18年頃、山梨県北駒郡祖母、石村の漢学者、菊島持村が開いた、茂村塾に入門し、漢学、書道を学び、 明治21年に、竹里村に、牧原村、新奥村及び宮脇村が合併して、成立のふさと尋常小学校の授業生として採用された。この頃、当時の思想的主流であった自由民権運動に関心を示し、特に中江町民に浸水した再起は、存分に自由民権運動に停止することを決意し、授業生を辞して北海道に渡り、 一旦は巡査に採用されたものの、内務省巡査採用規定による採用年齢に達していないため不採用となった。その後、上京した再起は、明治23年に自由党の院外団総使となった。明治32年9月に、会の新聞が創刊されると主筆として入社し、明治36年には、会の新聞社の社長となった。明治38年に、 甲府市会議員に当選し、明治38年5月28日から対象3年5月27日まで在任。その後も甲府市会議員として、対象7年5月28日から昭和10年8月26日まで在任し、昭和9年6月8日から昭和10年8月26日まで甲府市会議長を務めている。また、明治40年10月には、 北駒軍選出の山梨県会議員に当選し、明治44年10月まで在任。その後、大正12年10月には、甲府市選出の山梨県会議員に当選し、昭和10年10月まで在任。昭和2年10月31日から昭和3年11月21日まで、山梨県会議長を務めている。新海英治前市長の人気満了後、新海再選。 再起用率の両派が激しく対立したが、新海を押す交付革新党の方向転換により、昭和10年8月27日の交付市長、選出司会において再起が選出され、同年8月27日から昭和14年9月11日まで、第16代交付市長を務めている。また、市長退任後、昭和十四年十月の山梨県会議員補欠選挙において、 甲府市選出の県会議員に当選し、昭和18年まで在任した。昭和26年10月に山梨県政功労者、同年11月に地方自治の功労者として乱受報賞を受賞。昭和30年4月1日には甲府市最初の名誉市民に選ばれている。甲府市は最期の選挙に際し、名誉市民である個人の多年の功績から、 昭和30年11月5日に、甲府市大田町の一連寺において、思想が行われている。また、昭和33年12月1日には、甲府市大田町の雪公園内に、甲府市名誉市民天民再起一蔵王の日と題する、聖徳碑が、甲府市により建立されている。ありがとうございます。